一体何があったっていうんだ。基地だけじゃなく、エルダーの巡洋艦まで交信が途絶えたっていうのは、こういうことなのか。でも、どうして？ありえないだろ、こんなの。クラフトン隊長は？みんなは？大丈夫、生きてる。きっと生きてるよ。そうよね、みんな無事のはずよね。ああ、SRF の隊員がそう簡単にやられるもんか。探そう、近くにいるはずだ。ええ。やめておきなさい。時間の無駄よ。ミュリア、無駄ってどういうことさ。言った通りの意味よ。君たちには酷なことだとは思うが、この周辺に自分たち以外の人型生命体は確認できない。間違いはないのか。隅々まで入念にサーチした。見落としはないと判断する。エッチ、どうして、なんでこんなことに。一体誰が。もしかしてあの虫たちが基地を。いえ、それはないでしょう。お二人もご存知の通り、この基地の建設にはエルダーの技術が用いられています。エルダーの巡洋艦だっていたんですよ。決してうのぼれるわけではありませんが、あんな虫程度にこれほどの破壊を許すことなどありえません。フェイズさん、ごめん、自分たちのことばかり。ここには君の仲間たちも。気にしないでください。今は嘆くより前にやるべきことをやりましょう。ああ、大丈夫か、レイミ。うん、大丈夫じゃないけど、でも平気。みゃん、なんだろうこの音。大きな鳥さんですね。しかも全然バタバタしていません。いや、どう見ても鳥ではないでしょう。真っ黒なのよ。フェーズのマントみたいなのよ。レイミー、あれ似てないか。うん、私にもそう見えた。あれ似てるわ、 SRF の船に。だけど船体を真っ黒に塗り替えるなんてクロウの趣味じゃないぞ。うん、アキラじゃないわ。基本フレームはカルナスと酷似している。だがこの音から未知の推進装置を使用していると判断する。カルナスとは似て非なるものだ。もしかしてファントム。ファントム？何ですかそれは。そういえば、あなたたちは知らないのね。無理もないわ。EN2 でもまだ調査中レベルなんだから。当然ながら、定時連絡も忘れ、宇宙をほっつき歩いていた男も知らないわよね。ここしばらくのことなんだけど、宇宙の至るところに謎の破壊集団が現れているの。破壊集団？正体、行動理由、すべて不明。
連中は様々な星に出没しては破壊の限りを尽くす。徹底的に容赦なく。そして真っ黒な不気味な船でやってくるというわ。どういうことだ。 EN2 でもファントムの討伐に乗り出したけど、連中はいくら潰しても際限なく現れる。まるでどこからともなく現れる幻影のようにね。それゆえモーフィスでは便宜上ファントムと呼んでいるのよ。ファントム、何せ正体不明だからね。地球の船に似たファントムっていうのもありえない話じゃないわ。何よりあれが本当にファントムなら全て納得できると思わない？そいつらがこの基地を壊滅させたと。地球人もエルダー人もみんな何の罪もない仲間たちが、みんな南の海岸に着陸したようだ。どうするミスターエッジ。そんなこと決まってる。ここで迷う理由なんか何もない。行くぞみんな。